おはようございます。久しぶりのイベント参加でございます。パチ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 。奥山です。小野の妹子です。妹子やった。長生きやろ。おこいたんです。小野の妹子はね、妹子やけど男の人。知ってるよ。知ってたや。お子様です。そしてこちらビビタンでございます。こちらにおります。はい、そしてこちらおこいたんでございます。おこいファミリーです。今回ムービングベースさん主催のね、はい、感謝祭に、はい、感謝祭、感謝祭に参ります。はい、なんと初のおこいファミリー登壇、はい、東北省参加。ちゃんと喋れるんでしょうか。何すんやろ東北省って。まあおっちゃんさんがいらっしゃるんで。おっちゃんさん、もうおっちゃんさん丸投げとこで、丸投げと、はい、トモさんもやります。はい、参りたいと思います。はい、本当だったらね、はい、おこいさんはこれに参加できるかなって実は思ってたんですけどね、残念ですが、はい、おこいさん1号となりました。もちろん2号さん、おこいさん2号は連れてきてます。連れてきてます。3号も連れてきてます。はい。はい、で、あのビビタンもね、はい、今回あの留守番させるわけにいかないので連れてきて、ま、おります。まあそれがトークショーがなければね、うん、あのパスするってことも考えたんですけども、そうあくまではトークショーに行かないといけないので、はい、だいぶ、ま、だいぶ前からね。そうなんですよ。最初当初からはお願いしてたんで。ね、はい。ということで、久しぶりの静岡でございます。はい。もう去年なんかね、5、6回行ってます。そうやね。静岡に向かいたいと思います。オン、喧嘩していこう。レッツダドーン。このチャンネルはおこいさんとひょうきん夫婦がキャンピングカーで旅する動画です。チャンネル登録お待ちしてます。おこいチャンネル登録1万人目指します。チャンネル登録お願いします。さあ、いよいよイベント当日の朝でございます。おはようございます。おはようございます。ちょっと元気だった。ちょっと元気だった。本線静岡サービスエリアで仮眠を取らせていただきまして、はい、朝7時50分でございます。ここからまだ1時間ぐらいかかるんやね、うん、会場へ向かいたいと思っております。はい、雨が止んでそうで降っている絶妙な天気でございます。もうイベントといえば雨、まあね、あれっ子でございます。しかも微妙に暑いという。そう、微妙に暑い。止んでそうで降っている、微妙に涼しそうで暑いという絶妙な天気でございます。で、あの初のですね、あのビビ姫のあのお泊まり車中泊でございましたが、はい、無事あのベッドから落ちることもなくですね、寝ることができまして、相変わらず人天でおりました。もうおこいさんまで浴びることがなかった人天で、おこいちゃんは最後まで運転しなかったからね。ということで、今日はあの初のトークショーが待っておりますので、やや緊張する面持ちで、そしてやや濃いめの化粧でやっておりますので、濃いめの化粧。緊張してますか？若干緊張しますわな。緊張の夏、はい、日本の夏、夏終わったけどね。終わってないけどね、暑くて。ということで、現場まであと1時間走りたいと思います。いい。では会場に向かってレッツラットーン。まもなく開会式でございます。わあ、スタンプちゃん、おー、でっかい、かわいい、スタンプ、スタンプちゃん、でもあれ尻尾もでかいね。うん、こちらは BBQ エリア、バーベキュー、綺麗ですね。
こんにちは。こんにちは。お世話になります。今日どうぞよろしくお願いします。匂いをね、嗅ぎたい。激しいんですよ。うん。踏んだらダメだよ。皆様、ムービングベース感謝祭にお越しくださってありがとうございます。ありがとうございます。イエーイイエーイよっ皆様大変お待たせいたしました。ちょっとマイク1本でやろうと思いますのでよろしくお願いいたします。朝は皆さん多分車でいらしていただいた時にはちょっと雨の天気だったと思うんですけれども、今ようやく雨が上がって、この後おそらく雨は降らないと思いますので最後までお楽しみいただけたらと思います。本日司会を務めます山崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは、一番最初に本イベントの主催でございます、ムービングベース、代表取締役藤谷貴博よりご挨拶申し上げます。よろしくお願いいたします。はい、皆さん改めましてこんにちは。こんにちは。いや本当にもうこんなにいろんな人来てくださって、もうこんなにたくさん来てくださって、もう本当に感動で感動で、もう朝からもう泣いちゃいましたいや自分が昔ですね、自分のアパートでバッテリー作ってた頃はもうこんなになるとはもう全然想像してなかったんですけども、今ではいろんな人に協力してくださって、いろんな方が応援してくださって、スタッフも増えて、もうこうやってできることに本当に感謝しております。本当に皆様ありがとうございます。今日はですね、この感謝の気持ちをですね皆さんに伝えていきたいということで、第1回目の感謝祭を開催していきたいと思います。はい、今日はですね、皆さんに楽しんでいただけるようにいろんなものをご用意させていただきました。まずはですね、こうビンゴ大会、この後すぐありますんで、今たくさん今人いる状態ですので、すぐにビンゴ大会始めていければというふうに思っております。その後ですね、しばらく、時間空きますので、マルシェ等ですね、来ていただいてたり、沼津クラフトさんや、ゴーとですね、来てくださっているので、いろんなものを食べながらちょっと皆さんで楽しんでいただければというふうに思っております。でその後にですね、3時頃ですね、YouTuber の方々とですね、対談を行っていきたいと思います。もう本当にうちの宣伝力だけでも全然ダメだったんですけども、 YouTuber の方にですね動画作っていただいて、来ていただいて遊んでいただいて、遊びに来ていただいて、もう皆さんに知っていただくということをやったのに本当に感謝しきれないというところなんですけども、今日来ていただいたのはおこいチャンネルさん、おっちゃんねるさん、ともさん、この3名になりますので、ぜひ楽しみに、していただければというふうに思っております。その後にですね、バーベキューの方を開催していきますので、申し込んできていただいている方ですね、ぜひ、我々と一緒にご飯食べて、ちょっと、みんなで楽しみながらできればというふうに思っています。3,2,1 OK です。69番です。69番、大丈夫ですかね。はい、じゃあ次いきますよ。では次いきます。はい、51番です。次いきますね。じゃん、53番です。56番。67番。
今回あるよ、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 はい、よろしいですか、ね、うん、26、おー26番です。リーチ、リーチ、まだ寝ないかな。リーチって人います？はい。やるなよって。14番です。何でしょう、何何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 何2 26 14です。おー、足らなくなったらまた来ていただければ大丈夫なんで。やばない。じゃあ次行きます。41番です。あらいな、41番ないわ。なんかバランス取れてありませんか、ありませんか、ありませんか。ナッセン、ナッセン、いかがでしょう。さあ、松屋、松井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 、55番。43番です。43番。楽しんでますね。ドキドキしますか。うまいな。そうそうなのありますよね。ちょっとドキドキですよね。あー、泣いてる、泣いてる。43番です。どうでしょう。ちょっと次いきますね。37番。おっ、でもレイちゃん1個やね。半分空いてるやん。じゃあ次いきますよ。74番。あー、いたいた、リーチ、またダブルリーチ、ダブルリーチ、ダブルリーチってなしですからね。今ここで言わないとダメですよ。74番。じゃあ次行きますね。ミキママ状態。50番。惜しい、惜しい。55番。あ、でもこのピンク強くない。そろそろ出ればいいんじゃない。調整してる。9 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 9
マジかよ。やるなよお前。73番。そろそろ変化欲しいですね。そろそろ出るんじゃないかなと思ってます。行きます。1番なんだ。キュ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 34番。あ、ブブ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 ブ。34番です。あ、ないな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 、みんなお腹空いちゃいますよね。ないな、ないな。あ、34番。11番です。ないな。どうでしょう、リーチの方いますか。チュー、本当に。あ、いたいたいた、よかった。もうちょっとですね。今当たればちょっとあの復習で巻きでちょっと数字読むんで、あの聞いてください。69番、51番、53番、56番、67番、2番、26番、14番、41番、43番、37番、
74番、50番、73番、34番、11番、ワン。ワン。ちょっとここからいきますよ。え、50があります。OK。どんどん聞いてくださいね。わからなくなったら。じゃあいきますよ。9番。20番。ないね。20番ないね。20番ないな。20番どうでしょう。来ないっすか。あ、まずいな。じゃあ次いきますよ。20番。8番。あ、惜しい。惜しいな。惜しい、惜しい、惜しい。惜しいな。惜しい。惜しい。そろそろ待ってますので、皆さん声を教えてください。一番次いきます。かつれてます。来た。2人で来ちゃいました。おめでとうございます。おめでとうございます。ただし一人だけなんです。というところで、どうぞ。じゃんけんを。あ、じゃんけん。まあ、カンパクで一回もそこないちょっとビンゴの順番があるんで、1位の方は1、2位の方は2という感じでいきたいと思います。ではじゃんけんお願いします。最初はグー、じゃんけんポン。じゃあもう一回、あいこでしょ。あいこですよ。バチってますね。もう一回いきます。最初はグー、じゃんけんしょ。気が合いますね。もう一回いきます。あいこでしょ。本当にバチってますね。じゃあもう一回、もう一回いきますよ。あいこでしょ。あれもう一回じゃあもう一回いきますよ。あいこでしょ。あ、決まりました。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞこちらに。分かった。あの負けた方もちょっとありますんで。すいません。分かった。いつもですね。情報をお願いします。はい。あ、ここバッチリ豪華です。ここです、ここです。あ、ごめんなさい。なんと抑えに来たこのバッテリー。おお、ぜひちょっと使って、で、成功の方までやります。おお、バッテリー、応接の場合はどうぞという感じでやります。だいぶ怪しいのでございます。欲しかった。欲しかった。すいません、ありがとうございます。感想いただいてもいいですか。とっても嬉しいです。よかったです。ありがとうございます。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。なぜか取っちゃいました。すいません、2等の方なんですけど、なんと今日はゴールドさんの餃子があるということで、餃子のチケットになります。餃子やった。美味しいんで食べてってください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。お腹減らします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん当たっちゃいましたね。というところで次は YouTuber の方の商品に、ね、当たっちゃいました。というものになります。あ、こいちゃんでしょう。あ、こいちゃんでしょう。あ、こいちゃんでしょう。3名です。今在券でございます。在券でございます。ケンポン。あ、決まりました。はい、それでは先におこいチャンネル賞ですね。おこいチャンネルの方からちょっとお渡していただければと思います。はい、すいません。はい、よろしくお願いします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。Bluetooth スピーカーです。ありがとうございます。
おめでとうございます。Bluetooth スピーカーです、はい。動画よく見させていただいて。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。私が着てるこの T シャツ、QR コード T シャツを。QR コード。どのサイズでもいいように、M、L、XL で。セットでお渡しします。この後すぐ来てですね、いろんな方にカメラで撮ってもらって。おめでとうございます。はい、すぐ来てくださいね。はい、それでは次、ともさん。それ、撮らせてください。ともさんからです。はい、出ますね。ベルトが。それで撮ってもダメでしょ。これ撮ってもダメでしょ。iPhone で撮らない。じゃあ、YouTube 越しで。ます。あれ、俺戻っちゃったよ。3番です。3番。どうでしょう、皆さん、3番。決まりました。おめでとうございます。では先に、こちらの、ともさん賞の第1番、よろしくお願いします。ライトにジャンケンで曲がっちゃったんですが、サークライトという製品です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、素晴らしい。超ハイテクなアイテムなんです。使い倒してください。はい。では、2番目の、商品ですね。こちら、よろしくお願いします。はい。ヤマゼンさんの手元を温めるためのちっちゃいヒーターですね。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい。もう一個残ってるんで、早速回していきますよ。欲しいぞバッテリー、欲しいぞ爪だけバッテリー、来年も来るぞ爪だけバッテリー、積んでくれうちのうちのにバッテリー、そんなに欲しいかバッテリー、欲しいぞバッテリー、欲しいぞ、わしはお好み焼きが欲しかった。あ、なんだよ、当たったで。はい、当たりました。餃子でございます。そして外れたお好み焼き食べてしまい、よ、いただきます。もらった餃子と買ったお好み焼きでお昼ご飯でございます。相当充電器ですね、を使わせてもらって、キャンピングカーを使わせてもらったんですよね。
今まで想像の時とか全く伝わったことがなかったんで、なんか100ワットとか200ワットぐらいなのかなと思ったら全然違くて、なんかもうほんと1時間とか2時間ぐらい走ってるだけで、なんか50パーぐらいすぐ充電しちゃって、これから総合充電器の力があって初めて知ることができました。そうですね、最近はポータブル電源とかに専用の走行充電器あるんですけども、それ以上の性能を出せるように、かなり充電量を確保して、そしていろんな状況にもですね、車の状況にも応じて充電してくれるようになっているので、かなり安定した走行充電ができるようなというふうになってますので、まあ、それでね、結構実感してくださってるんじゃないかなというふうに思うんですけども、走ればね、だんだん充電してくれるので、その辺もキャンピングカー生活、今まで、結構変わったんじゃないかなと思いますので、まあ、それに行ったらどうも、導入しない人だったら、ぜひ、買ってください。ちゃんとつけますんで、よろしくお願いします。ちゃんと設定もバッチリやりますのでね、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、皆さん、ともさん、今日来てくださってありがとうございましたということで、拍手をお願いします。アメラムトークショーでお送りしました。はい、ちょっとキャビンが近い感じで、すいません。はい、皆さん、お待ちかねのボイチャンネルさん、登場です。よろしくお願いします。はい、いえ、拍手お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。おこいチャンネルさんはですね、伝説的な動画を作ってくださいまして、我々の中ではもう本当に伝説的で、うちの会社に来てくださって、本当にアポとか、あんまり僕もちょっとチャンネルがあるってことも把握して、失礼ながら把握してなかったんですけども、動画作っていただいて、それがもういろんな方に見られてですね、そっからうちの会社が安定したっていう、もうそれはいつ潰れるんだろうっていう感じだったんですけども、もうそこからうちの会社、知名度急上昇しまして、いろんな方に使っていただけるというきっかけを作ってくださいました。本当にありがとうございます。はい、バッテリー積んでどんな感じで変わっていったかということもちょっとお話しいただければと思います。はい、おこいママです。おこいパパです。おこいチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。抜けてないおこいちゃん2号です。ビビ姫です。よろしくお願いします。とてもすごい雨で、よっぽど日頃の行い悪いからしてますが、ちょっとごめんなさい、なんか近い方がいい。はい、だいぶ雨がひどいようで、日頃の行いが悪いからちょっと反省をしてます。ムービングベースさんにお世話になったのが、2年3年前ぐらいですね。そうですね。はい、でそれまでバンテックのジェルノーブルで、長い300のバッテリーで、北海道に2ヶ月ほど行った時ですね、とにかくその電源が苦労しまして、 RV パークをひたすらこう、RV パークから RV パークに渡り歩くというような、とても辛い北海道旅だったんですけれども、それでこれは何とかしたいなということで、リチウムバッテリーいろいろ探しまして、ただ自分で取り付けをするという、スキルが技術が持ってなかったもので、施工まで探していただ、施工までしていただけるというところをインターネットでいろいろ探して、ムービングベーターにたどり着いて、ムービングベーターにそれで一回行ってみようということで行って見積もりを出させていただいて、でその時はやっぱそこそこするんやなんだ気が付いてきて、それでもね、思い切ってやろうということで、100を4つですね、400アンペアの、リチウムと、ソーラー380アンペア380ワット、はい、
あと走行充電器 80W がその走行充電ということで、全部まとめて取り付けをさせていただいて、もう実質的にもうキャンピングカーラインがもうこんな違うもんかというぐらいにもう変わりまして、もうそれまでも電源をひたすら探す旅だったんですけれども、もう電源フリーで本当にまた400ですけれども、走行充電が非常に早いんで、ちょっと走るとちょっと変なものがすぐ元に戻るぐらいの感覚で、本当に快適なキャンピングカーの旅ができるようになりました。最初キャンピングカーを買った時に、こういう旅ができるもんやと思ってキャンピングカーを買ったんですけれども、鉛が50%切ったら危ないということを僕に知らずに、買ってたもので、あとリチウムに変えて、思ってたような旅ができるようになったという感じでございます。嬉しいものは本当にありがとうございます。いやもうまっちゃんとかいらっしゃる方ですね、もう昼間やっぱりエアコンつけてどうしても車離れたいというシチュエーション多くあるとは思うんですけども、そのためにですね、昼間エアコンが使うためにやっぱりバッテリー搭載する、そしてバッテリーだけじゃやっぱりうまくいかないんですよね。バッテリーをうまく充電するシステムっていうのが大事になってきます。それをですね、うちかなり重視して作ってますので、充電量ですね、最適にどれだけ引き出せるかっていうところに注目してやってますんで、あらゆる車種やってます。ジルだったり、バンテックさんの車両、ナッツさんの車両、その他にもですね、たくさん施工実績ありますんで、いろんな車に対応しながら、柔軟な対応ですね、提案力も売りにしてますんで、そういうところでもぜひちょっとでも不満ある方ですね、ぜひぜひ相談していただければっていうふうに思っております。でちょっとおこいチャンネルさんの車を乗り換えるとかっていうことも検討されててせっかく一部積んだのにみたいなところもあるかと思うんですけど、その辺はどうなんでしょう。はい、非常にですね、この2年間いろいろな車を見に行ってまして、一番欲しかったのがですね、オートクルーズのアダプティブクルーズコントロールと、電子パーキングブレーキが非常に欲しかったんですけれども、なかなかそれがついているベース車のキャンピングカーというのが出てこなくて、いろいろ見に行きまして、2、3年出た車があったんですけれども、非常に値段が高いといろいろありましたね。何があったっけ、F ベースの新しいキャンピングカー、それからデュカトの新型、これも最近出てくるような感じだったんですけれども、どちらもフルオプションをつけると1500万超えてくるような車になっていて、なかなかちょっと手が届かないというところで、まだ探す道すがらでございます。その間にいろいろお座敷モードを、やってみたり、ステアリングを変えてみたり、いろいろやってる間にですね、だんだん今のジルの、乗り心地とそれから快適さがどんどん良くなってきて、乗り換えなくても良くなってきたかなっていうような感じもちょっとありつつですね、ちょっと長期スパンで、乗り換えはまた考えていこうかなと思っております。素晴らしいです。今の車を大事に使うっていうことももちろん素晴らしいですけども、もし仮に乗り換えっていうふうに考えれてもですね、既存のバッテリーとほぼ同じサイズでうちのバッテリー作ってますんで、乗せ替えっていうことも、5年から10年は使えるように設計してますんで、だいぶ長く使っていただけますんで、その際は、どこかから適当に車に来てこう入れ替えて、リチューだけまた次の車に引き直すってこともできます。そして年数経ったバッテリーと新しいバッテリーを接続するっていうこともできますし、これが容量違ってもできます。例えば100と460、100と200とかそういうつなぎ方もできますんで、空いたスペースですね、あってちょっとバッテリー増やしたいという方は、そういうこともできますんで、ぜひぜひご検討いただければと思いますんで、その際はそういう風に聞いたんだけどっていう風にちょっと連絡いただければというふうに思います。はい、
ではおこいチャンネルさんから何か、告知事項等ございますか。告知事項なんかお話ししたいこととか皆さんに。一応ですね、2024年に、登録者数を、1万人にしようと思って、頑張っております。おこいちゃんおこいちゃんがですね、いなくなっちゃって、この秋と春が多分旅のスピードがなくなってしまうと思うんです。で、動画更新も少しちょっと旅動画が減るかなと思う中で頑張っていこうと思っていますので、もしよければチャンネル登録数頑張って1万になれるようにやっていこうと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。そして、これからですね、我々のお供がですね、リビちゃんという、ニックスケ、我が家に迎え入れることになりました。おこいちゃん2号もここにいますこれから4人で、旅をしていくと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。いや、素晴らしい、ありがとうございます。我々にできることはですね、しっかりチャンネル登録をして全部の動画にですね、いいねを押してください。皆さんいいですか。それが我々にできる応援の方法、唯一の方法です。皆さん覚えて明日から実践していってください。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。お話しくださってありがとうございました。ありがとうございました。おこいチャンネルさんでした。拍手お願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。チャンネルさんの動画を見てる方かなり多いんじゃないでしょうか。うちの方にはですね、走行充電器の動画見たんだけど、ぜひつけたいっていうお話がですね、もうほぼ毎日、まあ、ちょっと盛りすぎたかもしれないですけども、1週間に何回か来る感じなので、ね、かなり今日は反響のある動画になりました。本当にありがとうございます。で、今日もお忙しい中来てくださって、お話しいただいているんですけども、今日はですね、どんな感じでうちの製品をつけて変わったかということをまずですね、お聞きできればと、あと自己紹介を兼ねてお話しできればと思います。よろしくお願いいたします。どうも、おこいチャンネルでございます。よろしくお願いします。今日は英語とかですね、話すことはあんまりございませんので、特に電気関係全く関係は分かりません。挨拶だけさせて。エモコです。ありがとうございました。エモコはもうあと喋りませんので。今日素敵な天気の中、皆さんの顔がきちんとよく来たと思います。あともう少しだけですので、頑張って、どうぞ続けていただければと思います。よろしくお願いします。今、ウェービングベースさんの製品がどのようについてるかというとお話をよくしますと、実は先々週、ウェービングベースさんにお邪魔しまして、密かに工事をやっております。で、何をやったかと言っていいですかね。走行充電器80アンペアの走行充電器を2個つけます。スイングです。で、今オルタネーターという発電機、車の発電機150アンペアですので、150アンペアの発電機に160アンペアの充電器をつけて精一杯引っ込み出そうとことをやっておりまして、結果としては、予想以上の展開で、今、110アンペアぐらいですね、一個の引っ掛けで、これはオルタネーターの限界ですよね。はい。で、この様子はですね、6週ぐらいに、公開されます。先ほどですね、取り付けた後、続きで出た後、うちの車のキャンプ車の助手席でどうやってサボってですね、自慢げに喋ってますので、いただければと思います。まあ、そんな感じに今、私のキャンピングカーは、太陽光充電を入れて、1800ワットに近いぐらいの充電を今、
すごいな。高アプリで今900アンペアありますので、それでもこちらに表示する太陽の下を4時間以上の5時間しかないとガラスから満充電にならない。もう少なくともね、半分やったらずっとおっしゃってたみたいに2時間充電からバッテリーもすごい必要なんですけど、その充電する力みたいなことをバランスで作っていかないとダメなのかなというふうに思っています。ちょっと長い。とんでもないです。おっしゃる通りです。300アンペアを3日に900っていうことは相当充電を強化しないと、時間がかかってしまうということになります。ただこれは、物理的にオルタメーターが強化されている車両がないと充電ができないということになりますので、おっちゃんねるさんの、お車ですね、珍しくも150アンペアのオルタメーターがついているところで、今回、このチャレンジしてみようというふうになりました。なので、まあ、結果的には110アンペアぐらいですね、アクセル踏み込むと出るようになりましたので、まあ、相当、充電量としては多いんじゃないかなっていうふうに思います。70アンペアとか出たら、相当ですね、充電量とかって、増えてます。40とか50とか増えてますので、相当早くなっていくと思います。さらにですね、ソーラーがこれから増設されるということで、もう、常時2000ワット超えるんじゃないかっていうふうに準備がされているので、もう、ここまでの車流っていうのはなかなか見ないので、まあ、相当電源オタクじゃないと、こういう車は作れないので、相当勉強されて、これがいいと、これがいいというふうに、準備されて作られているというふうには、相当、私の方にも伝わりますので、そこにすごいところになります。で、どうでしょう、今後はその車両を使って、ソーラーを強化されるというところなんですけども、車のところも変化していっていると思うんですけども、性格の方も最近変化されたというような形で。生活はですね、この三月の末で本業の仕事をやめましてですね、今 YouTube 一本で生活してるね。非常に厳しい状況ではないと思います。まあ、そんなことはないんですが、まあ、そうですね、時間ができたので、これからは、だいたい1週間、2週間でペースで旅をしてたんですけども、1ヶ月、2ヶ月という単位で、旅をしていくという形に今、変わりつつあります。で、北海道をこの間、25日間旅をしてきまして、YouTube ご覧になっている方はですね、土地を買う、温泉付きの土地を買うぞっていう話が出てたと思います。まだ動画なんか見つかってなかったと思いますが、土地見つかりました。おー、はい。ありがとうございます。来週、再来週間、15日にですね、セントレアから飛行機に乗りまして、北海道に行って契約してまいります。飛行機乗ってくるやん。飛行機で行くやん。ステージも、ペリンに行ったのに、ペリンが、半分土地を買って、その半分を私たちが買って、隣り合わせる土地を買いました。で、温泉もずっと55度でですね、ビッグになってくるんです。ぜひ、来年のこのビッグ大会の時にですね、おっちゃんねるの北海道の土地に宿泊できる権利というのを。問題がありまして、お持ちが来てるんですけども、お風呂がないんですよ。で、例によって我々はこの風呂が大好きなおっちゃんねるですので、もしお風呂が作るのが得意だったですね、サッカー屋ですよという方はですね、手伝いしていただければ幸いでございます。はい、もちろんそのお風呂の上には太陽光パネルも置いて、そして藤谷さんがお風呂に入りつつバッテリーを持ってくるであろうと発信しております。よろしくお願いします。いいですか、そんなことさせていただいて、もう喜んでやらせていただきます。ありがとうございます。はい、それではありがとうございました。おっちゃんねるさんでした。お二人拍手よろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません、雨の中、お集まりいただき本当にありがとうございます。バーベキューもちょっと引き続き雨やっちゃったんですけども、まあ、思ったよりこうアットホームな雰囲気で、ちょっと楽しい雰囲気もすでに出てるんで、この感じで続き楽しんでいければですよねと思いますんで、ここでちょっと乾杯の挨拶とさせていただければと思います。では皆さん、グラスよろしいですか。はーい、ありがとうございます。乾杯。乾杯。イエーイ。
食べてみたいと思います。今日よろしくお願いします。今日もありますんで、はーい、おーい、でこうビビキューを焼いております。はい、野菜ばっかりでございます。野菜大丈夫？すみません、野菜。おお、肉来ました。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 肉を焼いてください。肉来た。肉を焼いてください。ちょっと大きい。すごい。すごい。静岡県産。すごい、こちら几帳面。あ、こちら几帳面だ。椎茸どんだけ来るでしょ。椎茸しか買えない。はい、コーヒー入れましょう。はい、コーヒー入れましょう。やけどするよ。俺に触るとやけどするよ。こういうふうに触るとね。ビビッチャマン何暴れてるんですか。バナナオクセ、お刺身にバナナオクセと、バナナオクセと言ってます。マンダム。違いの分かる男のゴールドブレンド。あ、違った。違い絶対分からん。あ、やっと晴れましたね。あ、やっと晴れましたね。なんせね、大雨でね、浜松はもう警報級の雨だったみたいで、こちらも昨日雷と雨がもうすごく激しい夜でございまして、もう地面がですね、抜けられないという、はまったら抜けられないというところが各所でできてますので、帰りも要注意でございます。はい、いい天気になりました。あ、ビビ様でございます。誰に吠えてるの、ビビちゃん。そうだよ、ハマったら抜けられないんだよ。おこいチャンネルの沼もハマったら抜けられないよ。あっさり抜けるらしい。はい、それでは今回の参加車両をいろいろと見て回りたいと思います。ファンテック車両多いですね。クレアもやっぱり多いですね。お、最新型ジルです。いいな、窓がスタイリッシュでかっこいいですね。おはようございます。こちらこそありがとうございます。もう一回特集やりましょうよ。昨日多分何言ってたか。ロゴに聞こえてなかったです。そうだよ。あのイベントを乗り越えられたら何でもできそうですよ。本当ですね。拷問症のようでしたもん。ねえ、あの時が一番ひどい。何かしようとかって言いたい。何人かの女性の人が震えてさ、長く話してたら申し訳ないな。さすがにおっちゃんさんの声はもうものすごいよく通ってました。あ、声はでかい。そうです。声でかい。もう壇上で震えてたから、何言ってたか分かりました。分かりました。行けなかったね。車から出られなかった。あ、雨がすごすぎて。あれじゃね、一番きつかったですもんね。ライブ配信ね。本当ですね。はい、では次に行きましょう。こんにちは、大丈夫ですか。可愛いですよね、チップとデール。大好きなんで。チップとデール仕様ですね。いろんなところに。ああ、ほんまや、めっちゃいる。後ろにもいる。あ、後ろにもいる、後ろにもいる。すごい。拝見させてもらってよろしいですか。はい、後で YouTube 見ます。はい、ありがとうございます。あ、すいません、ちょっとなんか汚いんですけど。おー、チップとデール、すごいチップとデール。そうなんです。チップとデールがちょっと10分の2ぐらい占めてますね。なんで10分の2なんやろ。5分の1でいいやんか。最初の下の
番下に見える緑の、これは自宅ですか、この畳仕様。これ畳屋さんに頼んで作って、らしの合わせる方がいいよね。おお、なるほど。クリアは標準でお座敷じゃない。お座敷じゃないです。ないんですか。テーブルもだから小さいです、ね、めっちゃちっちゃいこれもともとここ、あれここかな、ついてたテーブルをなんか作って、はいはい、おー、なるほど。お座敷にしました。あ、こじんまりまとまってますね。そこに。そうですね。その分なんかこう、こっち側が広いっていう。乗せちゃってたんで。ああ、なるほど。はははは。ありがとうございます。どうもー。どうも、失礼しまーす。あ、うちのも、はい、ののも、はい、ありがとうございます。こんにちは。あ、お世話になります。あ、はい、クレアですね。群馬の少しですが、ありがとうございます。あ、貴重なお米ありがとうございます。八分チャンネルさんです。あ、トリップ2が1台ありますね。こんにちは。どうも。楽しみました。はい。雨でね。雨がね、すごかったですね。すごかったです。はい。焼肉も美味しかったです。焼肉ね、焼けるまでに時間。風が吹いてたからね。やっぱ遅くまでいられる。8時ぐらいにも引き上げました。昨日も。そんなに？はい、寒くて。まだやるじゃないですか。まだ今度。今度はどこ行くんですか。今度ね。行きます。次は花火大会あるんですね。花火ね、行きたかったんですけど ね、去年行きましたよね。はい、去年行きました、ね、はい、今年も行こうと思ってたんですけど、はい、もう小池ちゃんいなくなって。そうですね。見ました。ね、ちょっとママがまだ元気が。やっぱり。はい、かる。なんでこの間見たんですけど、はい、話したけすぐ涙って言って。うちもペトロスになってすぐに買っちゃいましたね。はい、やっぱりね。やっぱりそうなりますよね。はい、いや、1週間も耐えれない。耐えられなかったですね。同じ、分かる。ここはもう前々からあのムービーメンさんからお話いただいてて、あ、そうですか。はい、であとあのっっの、ケンキャンさんの、カーニバル、あ、行きますか。はい、あの今月末のやつはもう、はい、早くに申し込んでたんで、それだけはもう行こうと。じゃあまたお会いできますね。はい、そうですね。はい、はいはい、よろしくお願いします。でもすぐ大丈夫で、新しいワンちゃんいれば、はい、なんとなく、はい、あという、もう今日来てよかったですほんまに。あ、ものすごくあの、すごい元気いただきました。なんか見てた、すぐ泣きそうな感じ。それだけも耐えれないみたいな。目がすぐ赤くて。やっぱりね、新しいワンちゃんが来ても、ね、おこいちゃんのことはもうやっぱりね、やっぱ、ね、はい、やっぱこの YouTube 始まる時も名前も付けたから、思いは多いじゃん。はい、でもね、なんで思い出の動画がね、ずっと残ってるから余計にね、そうなんですよ、思い出しちゃうから。はい、でも。ね、大変だけど、はい、でもそればっかりじゃん、はい、うん、前向きます。そうですね、はい、そういえばまたね、こいちゃんも楽しい旅してたから、はい、次の子も同じ楽しい旅を、ね、ね、味わってあげる、はい、もう思い出作る、こいちゃんも喜ぶと思います。そうだね、あの子も好きだから、じゃあママとパパもまた旅してほしいじゃない、うん。ね、そうですね、はい、またケンキャンさんのところ、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうも、ワン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 こんにちは。どうもどうも、すごいステッカーですねうわー、すごい、全部イカ張ったとこですかこれ。そうです。はー、これやったんですよ、はい、今年。はい、そうや、はい、ノサップ、はい、西と、あ、今年全部全部行かれました、はい、北と、はい、東と、はい、最南端まで行ったんですけど、はい、長崎でね近くまで行ってるのにすっかり忘れてて通り過ぎちゃいましたありがとうございます。
はい、今日は大丈夫です。もうすごかったですよね。あんな嵐になるとは思わず、いや天候かなり厳しかったんですけども、それでもやっぱり皆さん楽しいっていうふうにお言葉いただいたりとか、そういう温かいお言葉いただいて、本当に我々も嬉しくてですね、やってよかったなというふうに思います。まあ、ちょっと天候というか、あの風が強いというところもちょっと想定していかなければいけないことだったんですけども、ちょっと我々も初めてのイベントでですね、ちょっと至らない部分多々あったんじゃないかなというふうに本当に思いまして、まあ反省するところはあってですね、次のイベントに生かしてやっていければっていうふうに思います。まあ、それも含めてですね、あの準備にそれでもやっぱりスタッフ一同かなり頑張ってやってくださって、もう寝る間も惜しんでやってくださったっていうところもありまして、まあ、その中でも松本がですね、かなり1週間ぐらい寝ないでやってます。ちょっと一言ですね、あの松本拓也も、でも彼のファンも多いんじゃないかなと思うので、参加していただいて、コメンタリーさんのところからありがとうございます。会場を準備していただいたサラリアルパークカンバラさん、ありがとうございます。あと今日、手伝っていただいたスタッフの皆さんもありがとうございます。そうですね、まあ、あの2回目ももしできれば参加していただければ嬉しいなと思います。なんか楽しかったなんて言葉ももらってですね、やってよかったなと思ったので、もし2回目もやるような機会があればよろしくお願いします。で今後もなんかお車のこととか、なんかご相談あればお気軽にお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。こんなところで松本さん、ありがとうございました。まあ、2回目をやれればできますけど、2回目もやりますから、はい、ぜひ皆さん参加して豪華な商品を携えて、よりパワーアップして、よりいろんな方に参加していただけて、楽しんでいただけるように、よりイベントも会社もパワーアップして、次はまた臨めればいいなというふうに思ってますので、ぜひ今後とも応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。っていうところでですね、まあ、閉会式としては本当に俺が喋るんで終わりっていうもう、最後に今日もまた晴れましたん でいっぱいキャンピングカー来てくださってます。この絵をですね、ぜひ撮らないともったいないっていうことなんで、この、まあ、キャンピングカー映るところで今、カメラセッティングしておりますんで、そちらの方で、記念撮影ですね、集合写真撮れればというふうに思っております。3,2,1 OK です、ありがとうございます。2枚目いきます。2枚目、はい、ちょっと待って、いいですね、めっちゃいいです。 OK、 OK ですか。いきますよ、3,2,1 OK です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ準備できた方、出ていただいて大丈夫なので、まあ、ぬかるみに気をつけながら出ていただければと。あとガノワンさんも誘導ついてますので、はい、ちょっと従いながらです。一応どっちからも出ても大丈夫なようになってますので、はい、一方通行ではなく、まあ、接触だけ気をつけて、はい、途中の入り口使っても大丈夫です。出ていただいて、お気をつけてお帰りいただければと思います。はい、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。Yeah.
はい、無事帰ってまいりました。帰り道でございます、楽しかったね。楽しかったね、ムービングベースさん初の感謝祭でございましたが、はい、楽しゅうございました。楽しゅうございました。はい、参加するかどうかだいぶ迷いましたけども、はい、まあ、おこいちゃんのことがあってね、はい、歴史も泣きながら、なんか、はい、おこいちゃんいい品キャンピングカーは広いねとか言って泣きながら、だいぶしおり出たよね、笑い、はい、でも皆さん、はい、おこいさんの話をしてくださって、はい、なんか自分たちが持って悲しみをみんな分けて持っていただいて、うん、なんか心が軽くなったというか、そうそうそう、温かい言葉をたくさんいただきまして、いただきました。本当に、本当に元気になりました。心に染みましたね、はいはい、やっぱりそれぞれワンちゃん飼った方も多いですしね、はい、うん、経験の方も多いですので、うん、いろんな話をしてくださって、おこいさんの話をしてくださって、はい、本当に自分たちが持っている悲しみと寂しさをなんかみんなで持っていただいたって感じがして、ありがとうございます。はい、南春夫でございます。昭和が過ぎるね。ということで、だいぶね、よし、また、はい、ビビ姫、はい、イコール4人で旅しようかなっていう気持ちになれましたね。ビビ姫のお披露目もできましたしね。はい、皆さんビビ姫、はい、ビビ姫を見に来ていただいて、はい、かわいいかわいい言っていただきまして。はい、もう一度4人で旅してもいいかなっていう気分になれました、はい、なかなかね、やっぱりビビ姫が来てもね、もうお子ちゃんのことを忘れて、もっともうずっともうスカッと行くかっていうと、そうはいかなかったよね。そう、まあその辺もね、うん、やっぱ経験の方がよく分かってはって、ね、皆さん私たちはその辺分かった上で温かい声を、そう、私たちは初だったので、うん、もっとビビ姫来たらもっと元気になるかなと思ってたんですけど、うんうん、まあそれはそれでいいんだよっていう形で、はい、はい、もう日に日にじわじわ良くなっていくというような、はいはい、日にち薬ということで、はいはい、そしてまた初のムービングさん感謝祭ですが、はい、なんと嵐を呼ぶ感謝祭嵐やとね、もう雨じゃないですか、嵐です、嵐、雷が鳴り響く嵐でございます。嵐を嵐こうして、ね、で初のトークショーお話しいただきまして、はい、前で立ちましたが、はい、嵐で音が聞こえます、雨の音で音が聞こえます、もう皆さんに声は届いていません。雨の音が激しくて、お墓の前に私はいます。喋ってる内容が一切聞こえないという素晴らしいトークショーでございました。素晴らしいございました。ちょっとまあ、はい、そちらとしては安心しましたけども、はいはいはい、ね、マイクも一本しかなくてね、はいはい、ちょうどよかったです。もうデビューとしてはね、ちょうどよかったでございます。飲みの心臓の私たちとしてはちょうどいいぐらいだったんで、はい、ではないでしょうか、はい、経験だからトモさんや、はい、おっちゃんさんさんに、はい、助けていただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ムミゲさんありがとうございました、はい、そしてビンゴでね、はい、初の一抜けをしたんです、うん、で、バッテリーがもらえるかってところで、はい、ジャイゲン負けたんですけどもなんとビデオをどんどん忘れていましたが、最後に大特賞が当てまいりまして、すごいですこれね、なんと、はい、バッテリー、リチウムバッテリー車に詰めるだけ、そしてその方の車に応じて詰めるだけ、はい、施工工事も全部出しますっていう特大券が出たんですよ。そんなん空のバスコンやったらどうすんの900でも800でも詰め放題もう下手したら100万仕事よ。そう、そう言ってありました、うん、それがビンゴ最後の景品でして、もうで毎年出さはるって言われたんで、うん、来年こそは取るぞ目指せ900リチウム目指せ800リチウムということで、はい、本当に楽しい楽しかったね、開催でございました。だから皆さんね、これからリチウム考えた方、はい、まず開催に参加して、ビンゴで、リチウムをゲット100アンペアをポロポロ出てたね。100アンペアが2本、はい、で走行充電器もあったしね、が1本、うん、で一番最後にですね、はい、種明かし一番最後に、はい、詰め放題、その車に詰め放題リチウム、はい、すごいよね。もう袋の中に入れ放題、ガッポガッポ野菜ちゃうって来年こそは参加をしてですね、はい、それをゲットして、はい、リチウムを増設したいと思います。思います。はい、ということで今回ね、はい、短い一泊でございました、はい、前の日から今から通じてきた2泊でございますけども、ね、はい、短い旅でございましたが、はい、楽しくございました。楽しくございました。リハビリの旅でございました。はい、はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。そしてまた4人でですね、はい、旅に出るような気持ちになりましたので、はい、前を向くことができました。はい、まだ旅を続けたいと思っております。はい、これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまた次の旅でお会いしましょう。さよなら。